11月17日、日本時間18日に米国アリゾナ州フェニックスで開催された総合格闘技イベント、LFA172 メインイベントのフライ級タイトルマッチにて、挑戦者エドワルド・チャポリン、27ブラジル、が王者コディ・デイビス、29イコール米国、おもん絶のボディブロー KO で下し、新王者に輝いた。チャポリンは強力な打撃力を武器にブラジル、 ジャングルファイトで活躍するなど、キャリア11勝で8フィニッシュ、4KO、41本、と決定力の高い実力者だ。対するデイビスは破壊力ある打撃と強力なレスリング力を武器にする実力者。今年6月の前戦で KO 勝利し LFA フライ級王座を獲得。今回が初防衛戦だ。試合は序盤からチャポリンのペース。 強い圧力で前進するチャポリンに対し、デイビスは宙に入れず。チャポリンはカーフキックやミドルなどを当て続ける。4R 中盤、デイビスのタックルを対処したチャポリンが強烈な左ボディ。引かされたデイビスが腰から崩れると、チャポリンがそこから追撃のパウンド連打、レフェリーがすぐに試合を止めた。LFA172、11月17日。 日本時間18日に米国アリゾナ州フェニックス。下向き黒三角フライ級タイトルマッチ。黒丸コディ・デイビス、米国王者。KO4R2 分36秒、左ボディ。勝者エドゥアルド・チャポリン、ブラジル挑戦者。チャポリンが新王者に。